リキさん、13周年の誕生日おめでとうございます。はい、というわけで、今日は、ミクちゃんの13周年の誕生日ですね。おめでとうございます。ミクね、おめでとう。今年はコロナウイルスが流行ったせいでね、ミクちゃんのイベントがことごとく潰されていくという事態になりましたけども。まあ、それでもなんか、いろんなね、同人活動だったりだとか、あと、今日に関してはあれですね、デジタルスターズの方で、DJ イベントっていうのをやってましたね、昨日ですね。うん。っていうのをやってましたね。一番最後のミクちゃんの登場にはびっくりしましたね。可愛かったな、あれ。はい、というのもありまして、なんか、なんだかんだちょっとみんなで盛り上げていこうみたいな感じの雰囲気ですけども、まあ来年までどうなるかちょっとまだわかりませんけどね。マジカル未来も、一応やってくれるはやってくれるみたいですけど、席数を半分にしたりみたいな感じの対策してましたよね、というふうな感じで、ちょっとなんか、暗い雰囲気な一年だったなっていう感じがしますね。うん。はい。で、8月31日はイベントで、ミクちゃんのデジタルスターズプレゼン、プレゼンツで、初音ミクバースデーメッセージ企画っていうのをやってましたね。うん、やってましたね。じゃあ、やりますね。はい。こちらの方、動画の説明欄に一応貼っておきますけども、ミクちゃんの誕生日である8月31日を記念して、誕生日にみんなで祝うユーザー参加型イベント企画を、昨年に引き続き今年も開催いたしますと。はい。で、今年は世界中の初音ミクファンが自国のタイムゾーンで参加しやすいように、タイムゾーンごとに6回実施しますという感じになってますね。かなり、世界中のファンに向けた感じになってて、これもいい感じですね。8月31日の月曜日の7時。と、11時で9月1日は、夜中の3時かな、これな。で朝の7時と、昼の11時、それからおやつ時の15時というような感じでやるみたいですね。うん、これはちょっと見てみたい感じがしますね。で今回はテーマソングもありますね。デジタルスターズ2020のテーマソング、ワンダースタイルですね。に乗せて、やるというような感じに書いてありますね。こちらの方は動画の説明欄に貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。はい。今年もツイッターの方では結構盛り上がってる感じでしたね。ミクちゃんのとまたトレンド上がってましたし。はい。相変わらずだと思います。うん。まあ、無事今回、今年は、コロナウイルスもあったっていうのもあるんですけども、自分はとりあえず今のところコロナウイルスに関わらずに、無事にミクちゃんの誕生日をお祝いできたこと、この辺がまず嬉しいよね。はい。で、今回ケーキなんですけども、マスカットがありましたんで買ってきました。今回初めてになりますね。緑色のケーキあってよかったよ。はい。時間があったら自分たちでね、作ろうかなっていうのもあったんですけどもね、なんだっけ、青い塗料とか使ってケーキを青くしてみたいな感じでも考えてたんですけど、まあ13周年だし、とりあえずいいかみたいな感じになって、とりあえず普通に買ってきたんですけども。マスカットのやつあってよかったなと思います。はい。で、それとなんですけど、もしよければなんですが、コメント欄のところで、ミクちゃんのね、誕生日のお祝いイベント、お祝いのコメントですね、残していただければと思います。はい。来年が14周年になって、その次15周年の説明の時、また何か、大きなイベントとかあればいいなと思うんですけども、はい。まあ、それまでにまたコロナウイルスが収束してくれればいいなと願うばかりですね。今年はもうそればっかり言ってる気がする。はい。というわけで、今回はこれで13周年のミクちゃんの誕生日の、動画とさせていただきます。お誕生日おめでとうございます。以上、紹介したのはシート。ミンでした。はい、またねー。じゃあねー。ミクとミンとバシーからお願いでーす。チャンネル登録、グッドの評価お願いします。ツイッター、インスタグラムもやってますので、フォローお待ちしております。それではバシーとミクとミンチャンネルをお願いします。